キリスト教根本主義は、米国及び英国プロテスタントの保守的な福音主義である。19世紀から20世紀初頭にかけて、自由主義神学に対しキリスト教の基本的な信条を主張した。聖書の霊感と、ケニー、キリストの諸女交担大小的食材の教理、キリストの体の復活イエスキリストの再臨、キリスト教根本主義運動は、当初は、 保守的な福音主義の中で協力するものであったが、次第にディスペンセーショナリズムの色合いを濃くしていった。ファンダメンタリストの語は、21世紀に議論を呼ぶ、語である。しばしば、レッテル張りのため攻撃的な部別語として用いられると、され、福音派の指導者である、宇田進は、ファンダメンタリストという名称ぐらい敵意に満ちた、部別的な差別用語は、 おそらく、キリスト教会には見当たらないのではなかろうか、と主張している。かつて根本主義運動の指導者自らの語であったが、今日では根本的な信仰を持つ者でも別称としてこの語で呼ばれるのを拒否するようになった。ただし、現在でも英語圏ではファンダメンタルを名乗る集団が存在する。それは独立バプテスト。 インディペンデント・ファンダメンタル・バプティスト・アソシエーション・オブ・ミシガン・インディペンデント・ファンダメンタル・チャーチズ・オブ・アメリカである。今日のキリスト教根本主義、福音主義は18世紀の第一次大覚醒に、ルーツを持つ。同時期、イングランド国教会の確立された教会によって、抵抗を受けながらも、メソジスト運動は、連合王国のキリスト教を刷新し始めていた。 この宗教的な情熱の多くは、西方の哲学的エリートたちの啓蒙主義と、理心論への反応であった。大覚醒と、初期メソジストの協調は、個人的改心、経験主義、聖書の学び、道徳の向上、奴隷廃止運動、信徒と婦人の礼拝と伝道における、役割の拡大、強派を超えた、伝道協力にあった。鍵となる人物は、 聖公会司祭で、メソジスト運動を組織したジョン・ウェスレー。アメリカのピューリタンの説教者。神学者のジョナサン・エドワーズ。聖公会司祭で、ハンティンドン伯爵夫人のチャプレンのジョージ。ホーイット・フィールド。スラムの子供が、犯罪に陥るのを防ぐため最初の日曜学校を、設立したロバート・レイクス。賛美歌作詞。作曲者、チャールズ・ウェスレー。アメリカのメソジスト主教。 フランシス・アズベリーである。しかし、根元主義運動の創立者と言えるものは誰も存在しない。19世紀の何人かの福音主義者の働きが運動につながった。アメリカ人、ドワイト・ライマンガ・ムーディー、連合王国の説教者、ピアソン、ディスペンセーション進学の提唱者、ジョン・ネルソン・ラービーである。ファンダメンタリズムの語は、 聖書の高等批評学に反対する94の論文集に直接由来する。この論文は1910年から1915年にかけて連合王国とアメリカ合衆国の保守的な64人のプロテスタント神学者によって書かれた。アメリカコンポニ主義者の信仰の文書化は、 ナイアガラ聖書会議と5つの基本信条を定めた1910年のアメリカ合衆国長老協会大会に見ることができる。聖書の無語流星、イエス・キリストの処女交換と神聖、キリストの代償的食材の教理と神の恵みによる信仰を通しての救い、イエス・キリストの体の復活、ザ。ボディ・レスレクション・オブ・ヤソ、クリスト・キリストの奇跡の神聖性、 または、イエス・キリストの再臨特に根本衆議者は、モーセ語書は、モーセの死後数世紀にわたって書かれたという、聖書高等非評学、文書仮説を拒否し、モーセが、旧約聖書のモーセ語書の著者であったと断言した。しかし、モーセが資料を参考にしたことまでは否定していない。キリスト教根本主義とディスペンセーション主義では、終焉説が唱えられる。今日、 福音的ではないグループや精霊派との協力関係について根本主義者は福音派を批判する。アメリカの牧師といわれる代表的な福音派の福音伝道者ビリー・グラハムは初期の神学的根本主義の出身ではあるが多くのキリスト教根本主義者は1950年代の早い段階からビリー・グラハムのミニストリー、宣教活動を拒否している。 ビリー・グラハムは、キリスト教根本主義の中から生まれた、運動の代表的な人物であるが、教義の根本主義と福音派は別の運動になり、新しい運動は新福音主義として知られている。彼は、新しい福音主義の父と呼ばれた。オリジナルの20世紀キリスト教信条主義運動は、保守的な福音主義プロテスタントの中で解体され、多くの教派が分裂によって生まれた。 彼らは新福音主義、改革派やルーテル派の信条主義、などそれぞれ別のアイデンティティを持っている。そして、このうち誰も、初期のキリスト教信条主義運動の共通点以上の、ものを認めていない。従って、多くの福音派は、協議の現代、キリスト教根本主義運動に属してはいないが、抗議の歴史的、根本主義者と呼べるかもしれない。今日の福音主義者は、 聖書の無病性の距離を信じている。これは一世紀前の福音主義者と近代リベラル主義者の議論における主要な相違点であった。ファンダメンタリストという言葉は当初は近代聖書批評学に反対する保守的福音主義者たちの事象であり一つの神学的立場を指す用語であった。しかしスコープス裁判などをきっかけに宗教的立場から 進化論を強く否定したような人々が、ファンダメンタリストと呼ばれ、時代錯誤的、全近代的といったあまり肯定的でないニュアンスを帯びた、当事者でない人々からの多少ないし別称として一般に広まった。イラン革命以降、ファンダメンタリズムという用語は、イスラム教に対しても適用されるようになった。日本では1926年の段階で、 当時のキリスト教会の代表的指導者、植村正久が根元主義の基本信条に反対し、代照的食材を教会の信条の中に含めることは間違いであるとした。また、聖書の無語も文字崇拝と呼んで拒否した。旧日本キリスト教団においては国民儀礼として宮城洋拝、神社参拝を行ったのに対し、それを偶像崇拝だと主張して、 神社参拝をしないクリスチャンをファンダメンタリスト、その立場をファンダメンタリズムと呼んだ。神社非宗教論を唱え神社参拝を容認する立場では、ミノミッション事件から神社参拝拒否をファンダメンタリズムとする合意が形成されたという。戦後日本キリスト教団のイカドとミニフは、ファンダメンタリズムを負け犬の宗教、反動形成、信仰宗教が、 放火状態において発生した直後の情緒的ないし、まだ結晶しない精神状況、産業社会の邪魔者、社会の発展に追随できない層の敗北辞任から生じたものとする。従来、キリスト教根本主義は、キリスト教の運動である教義のファンダメンタリズムを表す上村正久の訳語であったが、イスラム原理主義の登場以降、日本でも、 神学的意味合いを超えて、政治的意味合いを持って、キリスト教を原理主義と呼ばれることもある。キリスト教の神学的ファンダメンタリズムの語から、政治的原理主義の語が派生したため、英語では、形容詞を伴わず、ファンダメンタリズムという。日本のキリスト教の現場では、この神学的ファンダメンタリズムに対して、戦前より一貫して、根本主義の訳語を当てる。 訳語原理主義は、イスラム原理主義の出現によって、新しく再定義された、主として、報道と社会学の用語であり、キリスト教会では、キリスト教の運動を指すものとしては用いられない。19世紀のアメリカで、自由主義進学の挑戦に対する、キリスト教の保守福音主義から起こった。1878年のナイアガラ選書会議が、 最初の定式化であるとされるが、この時はまだ、ファンダメンタリズムという故障は起こっていない。1900年から1920年ファンダメンタリストの語は、1910年から1915年の間に、観光された自由主義進学を論爆する12巻の伝道文書シリーズザ・ファンダメンタルズに直接由来しており、ファンダメンタルズの守護者の意で1920年に、 初めて使用された。ファンダメンタルズはファンダメンタリスト自身の命名であり、元来部別的意味はなかった。1920年から1930年1929年、旧プリンストン学派のジョン・グレッサム・メイチェンによる、ウェストミンスター神学校の創設。1930年から1945年自由主義は、 新政党主義によって衰退し、根本主義の進学は体系化された。前千年王国説の観覧前、継挙説が優勢になる。1945年から1969年1947年の、フラー進学大学の建設。1949年、福音主義進学会の設立。1956年、クリスチャニティトゥデーの創刊。 根本主義者が福音派を拒否し、根本主義者と福音派が対立する。1970年から1980年、1970年、以前の社会活動は主に楽観的な終末感を持つエキュメニカル派が言ってきた。この自由主義進学への反発から社会的、政治的関心を持たなかった、福音主義協会が社会的な責任を強調するようになり、 政治に介入するようになった。人工妊娠中絶を合法化した1973年の老体、ウェード判決に対して生命尊重派の働きがなされたことも大きな理由である。大部分の根本主義者は進学的な理由からローマカトリックに反対してきたが近年は人工妊娠中絶など社会問題に対して協力する動きも見られる。 しかし、キリスト教根本主義とローマカトリックは歴史や文化に関する認識の違いと大きな神学的相違のために今もやはり緊張関係にある。ローマカトリックを含む保守的なキリスト教勢力によりジョージ・ W ・ブッシュが大統領に選出された。2007年も老体。 ウェード判決の記念日1月22日に毎年規模を拡大しつつ行われるカトリックプロライフの集会がワシントン DC 最大のスポーツアリーナで行われ2万人のカトリックの青年がミサと命の更新に参加した1910年から1920年の根本主義の指導者の中には優心的進化論を認める進学者がいたが 1920年からマイナス1930年代にかけての根本主義は、進化論に反対する立場を鮮明にした。進化論裁判と呼ばれる一連の裁判で、創造論を学校教育に持ち込む是非が問われた。合衆国州政府では、進化論を歴史教科書から削除するところも出てきている。なお、日本のキリスト教会にも、信仰的理由から、 進化論を認めないクリスチャンが存在するが、創造論の公認を求めて、裁判に訴える動きは見られない。第二次世界大戦後に、キリスト教根本主義の弱点を克服するために、福音派が台頭したと言われており、キリスト教根本主義と福音派は、教会史において別の運動である。ウダススむチョ、福音主義キリスト教と福音派、P42、ロビンズ。 デール A, ホワットイズ A ファンダメンタリストクリスチャングラスバレー CA, ビクトリアスパブリケーションズ ,http コロンスラッシュスラッシュ www. ビクトリアス .org スラッシュ chur 21.htm 2009年12月1日閲覧。ウィルソンウィリアム P, リーガリズムザオーソリティオブスクリプチャー。2010年3月19日閲覧。 モートン、ティモシー・エス、フロム・リバティ・ツー・リーガリズム、エイ・キャンディド・スタディ・オブ・リーガリズム、ファーレシーズ、アンド・クリスチャン・リバティ。2010年3月19日閲覧。ケアンズ、キリスト教前指聖書と書簡公開、ジャック・ディア、五例の力に驚かされて、マナ・ショボ・エビー・ボブ・ジョーンズ・ユニバーシティ・ドロップス、インタレーシャル・デーティング・版・クリスチャニティート・トゥデー。 エマガジンオブ・イーブ・エンジェリカル・コンビクション・ハット、激動するアメリカ協会リベラル化・福音派化、ヨルダン社、チャールズ・ウッド・ブリッジ、新福音主義、現代宗教辞典公文堂、2005年、キリスト教原理主義、改革派世界、上村、高倉神学の行方、岡田み著,著、福音主義キリスト教と福音派、主の民化、 国の民か渡辺忍 ISBN4 億2640万2465、X ハット、主の民か、国の民か収録、渡辺忍著、主の民の道 P139 から140、イカド・フジオ、世俗社会の宗教日本キリスト教団、羽ばたく日本の福音派命の言葉者、小屋、リベラルか福音派か、 ヘア進学委員会パンフレット6岡山英雄、小羊の王国命の言葉者、プロライフ集会、新しい時代を開く信仰、福音主義とは何か、JPC 奏者はアリスター・マクグラス、ポスト、モダン世界のキリスト教教文館、小谷安を、激動するアメリカ教会リベラル化福音派か、ヨルダン社。ありがとうございます。